やっぱり喧嘩自慢対抗戦と地下隠れ地の対抗戦が一番盛り上がったのかな。んかやっぱ対抗戦で仲間意識が生まれる。あと対抗戦だとなんか同じ応援団が多いのかな。声援がすごく盛り上がりました、ね。ワンタム級トーナメントに関しては一番意外な選手が優勝して、残りのレイキングラウンドが面白かった。僕はやっぱヒロミカはバーステルが一番盛り上がったのかなと思いました、ね。あ、考えてるのはありますね。例えばまあ。ひな壇同士の対抗戦とか、あとは、まあ、結構レジェンドが強かったのと、やっぱりこう地下角 何戦とか何百戦やってる選手たちの花がすごくて、こうなんかアウトサイダーの選手たち、出身の選手たちと戦っても面白いかなと思って、まあ、結構あの他にもいろんな企画考えてるんで、まあ、試合数が多くなっちゃうのでどれだけ組めるかわかんないんですけど、まあ、対抗戦はちょっと今後も続けていこうかなと思います。そうですね、やっぱレオの試合もそうだし、今日流れた試合、虎之助の試合とか、まあ、天候に入れてみてもいいかなと思います。やっぱ両者ともやりたい人多いと思うので、まあ、富澤選手がどのぐらいの怪我でどのぐらいになるかわかんないので、多分次の12人に間に合うのかどうかっていうのを話しながら、ただ結構バンタム級で強い選手が多かったんで、まあ、もしいなかったらその辺と戦ってもいいかなと。村田選手とかリオディとかあの辺はかなり強いじゃないかなと。この辺と組むみたいな、まあ、じゃあ富澤君次第になっちゃいますね。うん、まあ、上がりましたね。やっぱなんていうの、一発の威力と当て感がすごいなっていう。ただ格闘技的に見たら、まあ、まだまだそのプロの試合に出たら勝てないと思うので、今後このなんか立場が人を変えると思うので、チャンピオンになってこれから練習頑張ってもらって、こうプロの選手にも勝てるような存在になってもらいたいと思います。もう本人が卒業するってなら卒業じゃないですか。本来はやっぱ目指してる舞台はライジンだし、まあ、MMA の選手も、まあ、来月の試合もそのライジン側的に出れるのかどうかわかんない。正直、まあ、今日の負けどうこうよりは来月勝てばいいのかなと思うんですけど、うん、でもしてないからこその良さもあると思うんですよね。なんか見づらさとか、だからこう今のいい部分を生かしながら練習はしてくれるかなと思うんですけど、今後ねやっぱそのチャンピオンとかになると狙われるんですよ。僕がアウトサイドのチャンピオンとかやっぱりプロの選手が結構チャンできたりするので、美味しい存在なんですよね、プロの選手からすると。で、稲田選手とかは多分その標的になると思うので、まあそこで簡単にやられるような選手がとどまらず、そのプロを食っていくような選手もいてほしいなと思うんですよ。まあ、試合までのなんか、連想はすごかったんですけど、やっぱり相撲の選手はあんまり強くないのかなっていう、なんかもうブレイキングダウンの歴史の中で、3、4戦出てきてもらってると思うんだけど、やっぱり打撃となるとどうなのかなっていう。朝青龍とかで欲しいっすね。なんか絶対強そうな、だからその身体能力めっちゃ高い系の本物のなんか相撲取りが出てもらえたらちょっと面白いことになるかな。なんかね、朝青龍とか千代の富士さんとかね、あっち系のなんか相撲取りで結果も残してる選手とかめっちゃ強いと思うんで、なんかいたら出てきてほしいっすね。あ、考えてます。3つぐらい考えてます。なんかね、やっぱでも企画をやりすぎるとオーディションで選べるのも試合の技が少なくなってしまうっていうので、意外に一気に出せない部分があって、はい、なんで、まあ、今回その次の12は結構オーディションとかそもそもやらなくてもかなり面白いか、来週みたいに記者会見だけでも今日よりもっと面白いの試合の想定があって、だからちょっとどこまで企画を出すかはまだ悩んでますけど、頭の中では何個もあります。天狗っていうのが赤字で経営として、だからもしやるのだったら次からまあ少額のペーパービューにしようかなっていうのを悩んでて、
まあ、来月試しにやってみて、それでまあ多分黒字になるというよりはトントンぐらいになると思うんですけど、まあ、それで改善していけたらいいかなと思います。